なあ、どうして俺たち弾んでいるんだ。俺たち、ついにぶっ壊れたか。いえ、違います。僕がゆっくりムービーメーカーの使い方をまた一つ覚えたからです。一年近く動画作成を続けてようやくか。ということで、昔、取った須山古墳の河津桜を背景に、ゆっくり特殊機台です。そんなことお構いなく燃え盛るように熱い、うっかり作者です。ところで、以前の動画で僕はワニシを追いかけました。そのワニシの誕生に関わっていたのがオワリシだと僕が言ったことをあなたは覚えていますか？いや、すっかり忘れた。右から左かよ。ワニシ初代の母はオワリシ出身です。確か、アメタラシヒコクニオシヒトノミコトの母がヨソタラシヒメってやつだな。そして、そのヨソタラシヒメはオワリの村ジノソ、オキツヨソの妹という。ちゃんと覚えてんじゃねえか。お前がオキツヨソは海の向こうのヨソの人？という強引解釈したのも覚えているぞ。バカ野郎、強引解釈じゃねえわ。当たらずといえども遠からずだわ。当て物かよ。そして、その終わりは愛知県の終わりではなく桂木の高終わりだと考えました。確か神武統制の時、神武軍は高終わり村の土蜘蛛を討伐し、村の名を桂木に改めたのだったな。そうです。これが桂木の始まりです。決死八代。ところであなたは決死八代を全否定する人と全肯定する人の共通点をご存知ですか？その両極端の考え方に共通点があるのか？あります。思考停止です。答えがすげえ辛口だったわ。でも、イデオロギーに染まって思考停止しているくせに、口だけはパクパクしている人間の慣れの果てが学問の世界に顔出すんじゃねえぞとするお前の考え方も理解できるぞ。僕、そこまで言ってましたか？うん。言っていた。ほんとかよ。なお、僕自身は決死八代を全否定はしませんが、かといって鵜呑みにもできないと考えています。どうして？まず、これだけの世代が全部親子相続って統計学的に見て数千年に一度あるかないかの出来事じゃないですか。また出たな。お前の口だけ統計学が。それに日本書紀は諸説を伝えています。その諸説が全て正しいわけがないじゃないですか。そりゃそうだ。つまり、お前は一つや二つ兄弟相続が親子相続として伝えられている可能性や、系譜の混乱の可能性もあると言いたいのだな。そうです。で、神武天皇は琴城主もしくは子規系と考えられる姫たたらいすず姫と婚姻します。間に誕生したのが水勢天皇と神合耳です。なお、決死八代の時代に子規系の外戚としてハエという人物が登場しますが、八重琴城主の八重や神合耳の八重は子規系の名称として関連するのではないかと考えています。しかし、こうやって系譜を眺めてみると、二代目も三代目も四代目も琴城主、子規系の天皇なんだな。そうです。そして、どうしてそうなったのか、彼らは何者なのかと考えるのが古代史の醍醐味です。しかし、今回は桂木氏がテーマだからさっさと進めやがれ。はい。四大徳天皇は兄である沖曽耳の尊の娘、雨の豊津姫の尊と婚姻し、五大皇昌天皇が誕生します。お前、沖曽耳の尊イコール沖津よ祖説を唱えていなかったか。話がややこしくなるので割愛します。で、五大皇昌天皇はその頃、桂木にいたと考えられる終わりの村寺、沖津よ祖の妹、よそたらし姫と婚姻します。間に生まれたのが弘安天皇こと大和たらし彦国義人と雨のたらし彦国義人です。確か雨のたらし彦国義人の娘、おし姫が弘安天皇と婚姻し、間に弘霊天皇が誕生するんだったな。そして、僕は推しつながりだとワニ氏の回で指摘しました。これだけだと、一見、推しはワニに関係するように見えますが、おきつよその父が雨の推しおのみことという説から考えると、推しは桂木に居する終わり氏由来のものとするのが妥当なのかもしれません。おお、ようやく終わり氏に焦点が移ったな。それも無理やり推しに関連づけて。無理やりじゃねえわ。そして、終わり氏のさらに先の系図は一説にこうです。おお、その先に雨の推しほみみのみことがいる。お前は推しの始祖は彼だと言いたいのか。そうです。遠すぎるわ。でも、雨の推しほみみのみことの妻は高見結びの神の娘。よろずはたとよあきつ姫のみことです。よそたらし姫がある書では大和の国のとよあきさだ姫の娘の大江姫となっています。よろずはたとよあきつ姫のみことと大和の国のとよあきさだ姫に近いものを感じませんか？確かに雨の推しほみみのみことの関係者が桂木の地に入植した可能性はあるのかもしれないな。といった知識を踏まえて本編です。ここからかよ。で、ここから終わり氏の歴史を語り始めるのか？あなたはアホですか？今回のテーマは桂木氏です。じゃ、
ここまでの解説なんだったんだよ。ところであなたは葛城氏の祖を知っていますか？竹内の宿根か。そうです。その父は、家主を塩竹を心の御事だな。その父は、四国津尾島ことの御事だな。何か気づきませんか？八代光源天皇の息子とされる四国津尾島誠の御事。その息子とされる家主、お塩、竹を心の御事。なるほど。おしつながりか。そうです。長い前振りだったな。はい。他の動画じゃ、絶対にしない展開だわ。ちなみに他に推しのつく人物がいるのか？雨の推し穂耳の御事の兄弟が熊野の推し文の御事です。熊野の推し穂耳に聞こえなくないですか？お前は聞こえたのかよ。一遍耳鼻科に行ってこい。それから雨の推し雲根の御事がいます。なお、雨の推し雲根の御事は雨の村雲の御事やイタケルの御事と同一とする説もあります。雨の村雲の御事って雨の籠山の御事こと熊野の高倉寺の息子だな。そうです。そういやお前、真の熊野は大和って言っていたな。邪馬台国当選編集大和国がそんな展開でした。確か、高倉寺は磯の神の人、熊野の三輪村は三輪、倉寺は四季とか言っていなかったか。時間がないので先に進めます。おいおい。打足ですが、大友氏の先祖は雨の推しの御事です。本当に打足だわ。竹内の宿根。竹内の宿根についてはすでに竹内の宿根の回で語っています。そういえば、お前は竹内の宿根が葛城に進出してきた沖流しとしていなかったか。あまりにも神宮皇后よりということもあってそう考えました。しかし、竹内の宿根の家主を塩竹を心の御事との関係や紀の国との関係を疑っているわけではありません。ただ、光源天皇、四国津尾島ことの御事、家主を塩竹を心の御事、竹内の宿根の系譜は世代が少なく不完全です。つまり、竹内の宿根のルーツについてはまだまだ妄想が必要ということだな。そうです。そして、竹内の宿根が景光天皇の時代に生まれて、景光天皇の時代に活躍できるはずがないとも考えています。そりゃそうだ。誕生は崇神天皇の時代の末から水仁天皇の時代あたりではないでしょうか。無難なところだ。ところで四国津尾島ことの御事たちは葛城卒彦の先祖であって竹内宿根の先祖ではない。そう考えられませんか。なぞなぞか。いえ、ふと葛城卒彦の母方の系譜で考えただけです。で、彼らの古墳はどれにするのだ。時代的には新山古墳あたりかと。銅鏡がいっぱい出てきた古墳だな。そうです。合計34枚もの銅鏡が出土しています。あるいはサミタタ高田塚古墳あたりを候補にするのも良いかもしれません。そういう古墳もあったな。あの有名な家屋門橋はここの出土です。お前が背景の参考に使ったりもしているやつだな。そうです。ちなみに僕は竹内の宿根の墓を室宮山古墳、葛城卒彦の墓を須山古墳と考えています。ま、それらを入れ替えてもいいわけですが。えらく適当だな。葛城の垂水の宿根。ところであなたは葛城の垂水の宿根をご存知ですか？次から次へと登場人物が目白押しだな。お前の解説はドラえもんのポケットか。そうです。そうなのかよ。で、少し遡りますが、葛城の垂水の宿根の娘、鷲姫と旧大開化天皇との間に誕生するのが豊葉らわけだと古事記には記録されています。まったく次から次へと、その竹豊葉らわけって何者なんだよ。ふ、素人風情が。この野郎、視聴者の9割は知らないはずだぞ。竹豊美少、はずらを葛城の桂、わけをわけだと考えると葛城の王族でしょうか。でしょうかってお前も知らねえじゃねえか。日本書紀には登場しませんからね。でも、竹豊はずらわけは末裔が興味深いです。末裔が地森の海、押し見部の都、稲部の都、稲葉押し見部の都、谷葉の鷹のわけ、よさみの阿鼻子ですからね。僕が想定する沖流しに代表される彦井増の君系、丹波の竹の姫の息子の彦湯結び系、葛城の竹内の宿根の輪系字をやってくれちゃってるじゃないですか。確かにある意味、沖流しと葛城氏をつなぐ人物だな。彦井増をイコール竹豊はずらわけ説。この僕の壮大なる仮説ですが。時間がないからそろそろ次に行け。じゃ。葛城の卒彦。葛城の卒彦の活躍についてはすでに語っているので割愛します。確かに美真の1回目の回やくだらの歴史の回で語っていたな。でも、せっかくだ。語れ。時間ないんじゃねえのかよ。では、肝だけ語ります。西暦384年に葛城の卒彦が白木攻撃を命じられますが、白木の美女作戦で手ヶ谷を攻撃しています。アホだな。結果、
くだらの木羅根氏に攻められます。バカだな。で、数年後、へぐりのつくの宿根たちの活躍によってゆずきの君たちと共に帰国します。間抜けだな。ただ、木羅根氏については一巡ずれを僕は疑っています。それ俺が最初に指摘しなかったっけ？忘れました。そして、仁徳天皇の時代に紀の綱の宿根に叱責されたくだら王族の酒の君を日本に送っています。使いパシリッカよ。ところで次の活躍は年代的には彼の次世代の活躍にも思えます。いいから語れ。西暦418年に対馬で新羅の人質である錦金に逃げられます。アホだな。なお、この西暦418年は三国式に従いました。そして、怒った桂木卒彦は佐原の差しを公約します。ちなみにその時の捕虜額は原、サビ、高宮、押見の四遊の怪人たちの祖です。もし、桂木卒彦が攻め口実を作るために人質を逃がしたのだったら計算高い男だな。彼に限ってそんなことは、あるかもしれないぞ。ところで高宮って桂木氏の本拠地だったな。よくご存知で、橿原考古学研究所附属博物館のエントランスに極楽響遺跡大型建物の模型があります。良さげな建物だな。遺跡の場所は南郷遺跡群の南部です。なお、桂木の卒彦は仁徳天皇の皇后である岩の姫や芦田の宿根の父です。そして、岩の姫の息子たちが、李忠天皇、半生天皇、陰陽天皇です。芦田の宿根。芦田の宿根の娘の黒姫は李忠天皇の妃となり、二人の間に一ノ部吉羽の巫女、美馬の巫女、飯豊青の姫巫女が生まれます。ちなみに一ノ部吉羽の巫女は芦田の宿根の子と言われる桂木の有臣の娘の蠅姫と婚姻し、後の仁建天皇と建宗天皇が誕生します。いわゆる、桂木系大王です。ところで芦田の宿根の墓として日山古墳あたりはどうでしょうか？あれ、以前、若抜け二股の巫女とか沖縄分けの巫女とか候補を挙げていなかったか？そういうところ、僕は柔軟なんです。著しく柔軟すぎるわ。玉田の宿根。桂木卒彦の孫とされる玉田の宿根は陰陽天皇に滅ぼされます。その時、玉田の宿根は竹内の宿根の墓に逃げ込んでいます。で、その玉田の宿根の墓はどの古墳にするのだ？屋敷山古墳なんかはどうでしょうか？全長140メートルの前方後円墳。確かに悪くない規模だな。ですよね。桂木のつぶら。玉田の宿根の息子とされる桂木のつぶらは有楽天皇に滅ぼされます。なお、親子二代で別々に滅ぼされたと考えるよりは桂木のつぶらを桂木の有臣の息子と考えた方が自然のような気がします。かもな。ちなみに桂木のつぶらの娘の唐姫は清明天皇の母です。なお、彼の墓としては木上館鈴鹿古墳を僕は考えています。年代的に屋敷山古墳とひっくり返した方がいいんじゃねえか。そこ、難しいところなんですよね。それに頭の中では築山古墳が余っちゃってます。桂木の有臣も余ってんだから、それにしておけ。バカ野郎、いくらなんでも適当すぎるわ。ってな感じで桂木について妄想を語りました。この妄想をベースにこれから僕は桂木の古墳巡りを計画するわけです。絶対、俺も連れて行けよ。合点承知の助。そういや世間はオリンピックだな。そうみたいですね。しかし、輪っかが足りないな。じゃ、これで。俺のエンゼルリングが。ご視聴ありがとうございました。ではでは。